さあ今回お答えする質問はガルパで一番多い質問かもしれないです。スランプになった時はどうしてますか？どうも皆さん、マシです。というわけでマシがお送りしますバンドリー。さあということで、スランプになったらどうしてるかという質問なんですけども、正直言って俺自身はスランプになったことがないんです。これはね、自慢とかじゃなくて、これ昔から言ってるんですけど、スランプというのは、まあ、俺の中ではまあうちにはね、生配信でよく遊びに来てくれるバーボンっていうね、どんな曲でもどんな難易度でも必ず AP を取るようなすごいやつがいるんですけど、そんな上手な人が自分の思い通りにプレイできない日が続くことはおそらくスランプなんだろうなと思っているので、自分はね、正直まだそこまでの域に達していない人なので、スランプというものがわからないんです。自分自身はうまくいかない時があるのは単純に実力不足だと思ってるので、どうやってうまくなれるのかとか、できないところができるようになるのかを考えながら、まあただひたすら練習があるのみなんだろうなと思ってます。だけどもいつもより譜面がちょっと見づらいなという時があったり、なんかいつもできてるところができなくなってしまうっていうことはありますね。まあそうなった場合は自分はもうその曲をね、ひたすらねずっと練習するか、それでもうまくいかなかった場合はプレイを録画してね、どこをミスしているのかこう確認したりとか、あとはミラーという設定でね、左右逆になる設定があるので、それで少しプレイしたり、タップ音消してみたり、ノーツの大きさとか速さを変えてみたりとか、あとはデモプレイが最近できるようになったので、それを見ながらね、こう一緒にタップしてみたりとか、普段のプレイ環境を少し変えたりすることはありますね。それとまあどうしてもうまくいかなかったりすれば、まあその曲をプレイしないかも、そもそもちょっとガルパをしない時もあります。あとはまあ時々ね、他の音ゲーをね、プレイしたりしてますかね。ただそれもほとんどやったことはないですね。まあ確かに長いことやっぱプレイしてたら調子悪いかなと思う時期はあるんですけど、あくまでそれは成長過程になるその一時的なものだと思ってて、まあ音ゲーに限らず、練習すればすぐ結果が出る時もあれば、やっぱなかなか結果が出ない時の方が多いと思うんですけど、そういう時があるんで、まあ、ダイエットがそうですよね。体重が落ちる時期と落ちない時期があって、まあ、落ちない時期をどう耐えるかが勝負みたいなこと、そういう話聞いたことあるんですけど、まあ、それはやっぱ人それぞれね、期間に違いはあるんですけど、うまくできない日が続いても、こういう時もあるよなぐらいの感覚、まあ、気楽に考えてていいと思うんですよね。まあ、何事もそうだと思うんですけど、やっぱ経験の積み重ねって裏切らないので、ガルパもプレイすればするほど上達はしていくので、まあ、長ければ、まあ、1、2週間ぐらいですか、調子が出ない日もあるでしょうけど、まあ、最終的に過去の自分より上回ってればいい話で、まあ、それに気づいた時って、やっぱめちゃくちゃ楽しいじゃないですか。まあ、そんなにだから気を落とさずに、ガルパをエンジョイすればいいんじゃないかなと、俺は思います。まあ、いつか俺もオーナーにやりきったかいって聞かれたら、いやーやりきりましたよと返せるぐらい、これからもねずっとガルパをプレイしていけたらなと思います。今日はそんな動画でした。じゃあ次は明後日の4時ね。分かった、ありがとう。それにしてもさ、ひまりちゃん本当にアフターグローのリーダーらしくなったよね。もう1年生と全然違うもん。うん、これからも頑張ってね。うん、4時からだ。あ、やばい、ロゼリアが入ってる。ひまちゃん、ちょっと相談があるんだけどさ。あれ、ひまちゃん。